おお、かっこよ。かっこよ。はい、皆さんこんにちは、前回の動画のショックを未だに引きずっている達也です。いやー、たくさんのコメントありがとうございました。衝撃的すぎたね。まさかの新垣先輩がお亡くなりになるという。いやー、もうほんとなんか自分でもね、自分の動画なんかで借りたんだけど、やっぱ秋彦がさ、一人であの泣いてるシーン、もうお胸にグッとくるよね。で、今日は、まあ、ケンちゃんがちょっと行方不明なので、まあ、みっちゃんがね、あの、処遇を考えるということで、まあ、探したいなと思います。秋彦の言う通り、これはまだ自身が決断しなければならないことだ。子供の身には過酷な選択だろう。だが、あえて私は心配しない。うん、これはなんか前回見てたやつだね。うん、じゃあ、どうすんの？なんか探していくの？それともなんか普通に過ごしちゃっていいわけ？ね、この辺りにさ、ちょっと小学生見なかった？あ、うん、あ、ね、小学生、うん、うん、うん、だよね。そりゃ聞いても無駄だよな。ケンちゃん、どこ行ったんだろう？行く場所なんてあるのかな？今日の授業が終わった。うん、なんか今日はそうだよね。コミを進めるテンションじゃねえんだよな。誰もいない。え、マジで誰もいないじゃん。え、どういうこと？今日はもうさっさと、自室潜れ、なんか、寮に戻れってこと？あ、うん。なんか、お前は安定してできるんだな。コミやらないけど。いや、やればいいのかな。あ、なんだ、進めるコミ自体はできるんだね。たまたまか。じゃあ一番このテンションでやれたくないコミュだけどやるか。うん、そうだね。ごめんね、いつもより俺テンション低いわ。いや、グルフレとか言ってる場合か。お前は人が亡くなってんだぞ。光彦じゃねえや。コナン寄りになった。お昼はカツサンドとメロンパンと、揚げパンとカニパンと焼きそばパンと3色コロネス、もう1個揚げパン買うの。揚げパン2個揚げパン好きだな。でもやっぱり日本人は米でしょ。おっ、さすがに炭水化物取りすぎたかも。腹にたまる。今日さ、クラスの女子に言われたよ。一緒に輸入市に行ってたイケメンは誰って。おお、それはまさにイッツミーじゃないか。紹介してって。一緒にご飯行きたいって。僕抜きでつらっ。なんだろう、このバレンタインデーに女子からチョコもらったと思ったら誰々くんに渡しといてって言われたような感じ。世の中の女子ってば、チミとか僕の弟、ああ、なんか弟言ってたな。やっぱりイケてる子が好きなんだよね。自分のことイケてないという自覚はあるんだな。死んだらさ、焼かれて骨になって壺に入って、そしたらイケてるとかさ意味ないのに。極論だけど、おっしゃる通り。ああ、ダメだ。まあ、ただ、昔のことを思い出すと、異様にお腹が空いてくるのはなぜ？多分ストレスなんじゃないかな。過食症だと思う。え、マスター、カツアゲ定食追加。聞いたことないよ。カツアゲカツアゲじゃない、今なんて言ってた。トンカツ定食か。なんだよ、カツアゲ定食って。あの、料理のお金以上に金踏んだくられそうなメニューだな。定食が来るまでに、ここで千里をば。カツアゲか。え、カツ揚げ定食って何？え、カツを揚げてる定食ってこと？そういうこと？なんか、あまり聞き慣れない定食。カツ揚げはされると、辛いか揚げたてのカツはうまくてうますぎ。語彙力。もう翻訳不可能なんだけど。間一発、あと数センチ。お便器さんが遠かったらと思うと、ゾウ、あ、なんか腹下してるじゃん。食べ過ぎだって。うん、唇は真っ青だ。え、具合悪い？いいんや、大丈夫。心配いらない。とても嬉しそうだ。僕ってばいたって正常よ。体重と体脂肪以外は。そこは正常じゃないという自覚があるんだね。僕ってば今、グルメキングらしからぬお下品な単語を。チミ、まだ食べてる途中なのにお便器って、うお、また行ってしまった。ごめんして。優しさを感じる。いや、なんか、あれだな。やったらやったで、コミ楽しいんだよな、こいつ。純粋なネタキャラでさ。
うん、さあ気分直して食べよっか、一刻も早く。あと何食できるか分かんないもんね、生きてるうちに死んだら食べれない。このタイミングで見るコミュじゃねえな。今冷静に考えたら死んだら骨になるとかさ、新垣先輩のことまだ引きずってんだよこっちは。やめとけよお前、傷をえぐってくるな。うちの弟みたいにさ、え、死んだの、え、弟さん亡くなってるの。ちょっとなんか急に悲しいエピソード出すのやめて。携帯電話が鳴った。あ、もしもし、こちらエリザベスでございます。あー、タルタロスの奥か。いやー、で、ケンちゃんどこ行ったの。お、一方その頃、タツミポートアイランドの裏路地、アマダが建物の陰にうずくまっている。あー、まるで死んでるような顔だな。アキヒコ、ここで何をしている。母さんが僕をかばって死んだ時、死んだ理由なんて誰も信じなかった。母さんは今もありもしない事故で死んだことになってるんだ。まあそうだ、辛いよね。だからせめてはっきりさせたかった。それだけが弔いなんだって。母さんだってきっとそうだって思った。あの人も暴力事件で死んだってことになったんでしょ。そうだね。本当のことなんて誰も知りやしない、はあ、母さんと同じに。そしていつも僕だけ残されるんだ。死んだ人間は戻ってこない、何をどうやってもな。だがお前は残された。俺は迎えに来たわけじゃない、歓迎をする気もない。そこがお前の居場所なら死ぬまでそこにいればいい。秋彦、だが戦う気がまだあるのなら自分で扉を開けて戻ってこい。厳しいけど愛のある言葉だな。あー、 BGM。 分かってるさ、そんなこと。アマダは去っていった真田の背中から目をそらした。そうさ、本当は分かってたんだ、全部ごまかしたって。誰かを憎んでれば立っていられた。だから僕は、いや、小学生だもんな、まだ。僕だけで生きるのが怖かったんだ。そしてまた、うわ、アマダは小さな拳を冷たい壁に叩きつけた。ずっと逃げていたんだ。お、これもしかして、分かったよ、ペルソナ覚醒したりする。もう逃げない。お、もう逃げないって誓うよ新垣さん。あとは僕がやっておきます。かっこよ。あ、決意の心は天田自身に新たな力を呼び覚ます。おお、何これ。あ、こっからか、こっから進化、え、こっから進化だよね。おお、かっこよ。かっこよ。なんかネメシス久しぶり見たから一瞬何これって思っちゃったけど、それはまだ進化前だったわ。カーラネミに覚醒した。まあ、前回の動画でも言ったけど、ネメシス実体が復讐の神様で、このカーラネミっていうのも多分元ネタがあるはずだから、ねえ、ケンちゃんの心の中の復讐がカーラネミの元ネタに昇華したって考えればいいのかな。さよなら母さん、僕はもう大丈夫だから。わあ、いい話や。仲間が集まっているが、アマダと真田の姿はない。もう丸一日か。心配だよね。そうだな。つか真田さんは？放っておけって言われたけど、そろそろ探しに行った方が。君はどう思う？探すべきでしょ。やっぱそうだよね。小学生なんだし。小学生だよ。みんな何やってた小学生の頃。なんか俺、なんかずっとドラクエやってたわ。私やっぱりもう待てません。今からでも探しに。玄関の扉が開いた。天田くん、おかえり。
したんだから。心配？アマダ、戦えるのか？はい、もう勝手なことはしません。大丈夫なんだろうな。はい、大丈夫。アマダ君は嘘を言ってない。あ、嘘ついてるとまで分かるの、風花ちゃんの能力って。たく、心配させんなよ。いいな、お姉ちゃんっぽくて。分かった、理事長に私から言っておく。うん、休んでくれ。はい。あー、よかったよかった。で、まず秋彦のこれね、カエサル、かっこいいな。スクンダ次覚えるのか。で、かっこよ。赤いボディってかっこいいよね。カーラネミ、特になんかパラメーターが一気に上がったとかそういうのはなさそうだけど、うん、魔力が高いね。よし、よかったよかった。またストレガとかに巻き込まれたりしないかなって心配だったわ。リタヤのペルソナ覚醒を確認しております。新垣さんの離脱を契機すると契機とすると思われます。今後も様々な変化が予期されますので注視体制を取るであります。なるほど。どうもあいつは俺の想像の斜め上を行き上がる。俺だったらもう少しへこむぜ。3日とか1週間とか、いやそれが普通だって。それがたった1日で復活だ。全く油断ならんやつだ。手前味噌だが私の見立ては正しかった。あの年にしてソルジャーの精神だ。強いぞ彼は。おお、期待できるね。あれ、ケンちゃんどこ行った？2階とかにいる。あ、いた。一人で。今回は本当にすみませんでした。追い出されたって不思議じゃないのに、またこうして置いてもらって。これからは新垣さんのためにも力いっぱい頑張ります。うわー、いいなー。新垣さんのためにもっていうのがいいよね。テレビ、うん、発病から回復までを2週間とする説。あー、うんうん。なんかこうやってさ、まだね、見当違いのこう、なんだろう、研究結果を発表するだけで称賛されるやつがいる一方で、誰にも知られない中でね、命を懸けて戦ってる少年たちがいるっていうのがね、なんかなんとも言えないな。あ、ごめん。コロマル、うん、今夜はサープに行く気持ちはないよな。じゃあ、勉強してと。早く天才になってみっちゃんとデートしたいな。ファルロス？なんか来る頻度早いな。実質、うん。やあ。やあ。今夜はちょっと冷えそうだね。そうですね。でも今はもう秋だ。それが過ぎたら冬が来るよ。世間話しに来たん？何？暇なの？普段どこで何やってんの、ファルロスって。なんだか少し疲れているみたいだね。ちょっといろんなことがありすぎたんだよ。何かあったの？とても、仲間を亡くしたんだよな。そうだったんだ。ああ、悲しんでくれるか、ファルロス。この世界じゃ毎日たくさんの人間が死ぬんだ。まあそれは分かってるけど、身近な人の死は辛いよ。今まではそんなことは風や水の流れと同じものだと思ってた。でも今はちょっと違う。僕にも友達ができたからね。俺のこと？この頃はっきりと感じることがあるんだ。僕が言う終わりのことを滅びと呼ぶ者もいるみたいだけど、それはすごく近づいてきてる。君は何も感じないのかな？滅び、終わり。僕らは共にある存在のはずなのに、なんで僕だけが思い出すんだろう。なんかファルロスがぐずってる。ねえ、共にある存在だから、まあなんだろう、主人公の心の中の存在なんだろうね、ファルロスってね。ペルソナってね、1とか2とかでもよく自分の中のこう内なる存在みたいなところがテーマに描かれること多いけど、多分そういう存在なんじゃないのかな、ファルロスも。これはとても辛いことだよ。僕はもしかすると君には受け入れてもらえない存在なのかもしれない。どうした、ネガティブだな今日。ファルロスは悲しげに微笑んでいる。ファルロスとの絆を感じた。そんななんか弱いとこ見せられちゃったらさ、ちょっとなんかグッときちゃうじゃん。俺もさ、もうランク8なんだ。そっか、だって残り2体だもんな。
ってことは2体倒し終わったらファルロスがマックスになるってことかな。今日は変な話をしちゃったね。季節が変わるからかもしれない。僕が君の友達なのは変わらないはずなのにね。なんかフラグ立てようとしてない？大丈夫？じゃあ今夜はこれで。おやすみなさい。おやすみ。風邪ひくなよ。あったかくしろよ。ちゃんと肩まで布団かけるんだぞ。10月7日アクターバル急に来週の火曜から中間試験だね。数学やばくてさ、サインコサインタンジェント、久しぶりに言ったこれ。メギドメギドラメギドラム、声の大きい生徒誰だおい、ペルソナ使い混じってるぞ、うちの生徒に。サインコサインタンジェントンタンジェントン、予令が鳴ったメギドラムに引っ張られてんじゃん午前、来週の火曜から試験か。実験バリバリやりたいんだけどね。薬品を混ぜ合わせる瞬間って最高に興奮するよね。じゃあ日にちを混ぜ合わせて塩見質問しようか。どういうこと？夜飲み屋の前に塩が置いてあるのをってこの問題出したっけ？いや出されてないです。違うのにしようか。え、闘牛士の旗が赤い理由知ってるかい？それあれでしょ、牛を興奮させるためなんじゃないの？うん、牛がこう血が目立たない何このさ、サイコパス診断テストの結果みたいなやつえ、牛が興奮するからじゃないの？うん、答えられたら教えがいがない。あ、やっぱそうだよね実は牛の目は赤を識別できないんだ。旗がひらひら舞うから牛は興奮してるだけ。あ、そうなの？赤い色に興奮するのは観客の方。あ、何間違えた今。医療により情動操作は生活に深く関わって、間違いだった。放課後よし、じゃあ今日は、お、早見いるじゃん。うん、俺は早見って毎回言っちゃう、ごめんね。俺何回目だろこの間違い。早瀬だよね。なんだろう早見って言っちゃうのかな。別に早見っていう友達がいるわけでもないのに。俺はこれから飯なんだか、お前は？うん、一緒にじゃあ飯食おうぜ。うん、お、ストレッチが終わってないんだ。すぐ追いかけるから先に行くの。待つよストレッチ。早瀬はまだ来ない。てかいつも思うけど、ゴミ箱汚すぎるだろ店員仕事しろ待たせたな、悪い。ご夫、どうした？大丈夫か？俺もまだ修行が足りないな。少し喜んでいる。ド M かよ。帰ろう、喉が渇いた。早瀬と牛丼を味わった。よくそんな激しい運動した後に飯食えるな。やっぱり二人で食う飯はうまい。以前は部活の奴らと一緒に来てたんだが、今は。どうした？喧嘩した？うん、今はどうした？俺が呼んだところで奴らは来ない。え、嫌われてんの？何？なんか圧倒的な成績を残しすぎてなんか気まずくなってる。あんな部活を遊びでやってるような奴ら俺と気が合うはずがない。あ、そういうスタンス仲良くしようぜ。だから最近は練習するのもバラバラだ。まとまりなんてない。早瀬は少し寂しそうだ。以前は部活が楽しくて仕方なかった。水泳が好きで水泳ばっかで、部活の奴らも水泳が好きでみんなでワイワイ部活して、それが、いや、どうでもいいことだ。俺はあいつらと違う。あいつらの上を行くんだ。行かなくてはならないんだ。なんだろう、なんかね、本当に一部のトップの人たちはなんか孤独って聞くけど、そういうことなのかな。早瀬の部活にかける熱意を打ち明けられた。熱い男だね。学校の苦労してるみたいだし、応援したいな早瀬は。ごめんね、いつも名前間違えて、すまん、変な話をしたな。スクワットでもしながら帰るか。どういう帰り方それ。お前も部活怠けるなよ。行っちゃった。夜。あ、お帰りなさい。ただいま。お、いくつきんじゃん。天田くんのご家族に寄りかかった事件のこと、キリジョーくんがみんなに話したそうだね。あれはイレギュラーのシャドウを倒して影時間も空けた後の帰り道に起きたんだ。おそらく当時の天田くんには何が起きたか見当もつかなかったろう。なるほどな。彼と新垣くんとの因縁もちろん知ってはいたけど、まさかこんな形で決着することになるとはね。ともあれ新垣くんの冥福を祈ろう。んー、いや、なんかもうちょっとケアが必要だったんじゃないの大人たちさ。
事情知ってたならさ、ねえ、なんかみっちゃんもさ、前回の動画でね、自分自身になんか言ってたけどさ、もうちょっとなんかできることあったんじゃないかな。僕なら大丈夫です。もう挨拶は済ませました。それに死んだ人を悼むのと落ち込むの似てるけど全然違うと思いますから。だから僕は大丈夫です。お前人生何周目だよ。もっと小学生ば、ねえねえ見てねえ見て昆虫みたいなさ、そんなテンションじゃないの。大人すぎるんだよ。いや分かってんだよ、試験勉強しないとやばいって。本当に分かってる。でもなんだろうな、いまいち集中できなくてさ。なんだかんだ言って穴でかいよな、戦力的にも精神的にもさ。なんて言っちまったかな、荒垣さん。どいつもこいつもしけた面しやがって、いつまでも引きずってるな。シンジは納得して死んだんだ。ある意味究極の勝ち逃げだよ。そんな奴のことはほどほどにして自分のことに集中したらどうなんだ。一週間切ってるぞ、中間試験。いやー、秋彦もね、でも秋彦切り替えがすごいな。視聴者さんのコメントにもあったけどさ、妹さんのこととかさ、ね、親友までなくしてさ、辛いな。正直な話さ、試験勉強なんてできっこないっての。だって身近な人が死んだんだよ。そんなすぐに受け入れたりとか立ち直ったりとか無理に決まってるじゃん。そんなに私強い人間じゃないよ。まあ、ゆかりちものお父さんなくしてるしな。勝ち逃げか、なんともあいつらしい。一層負けが込むくらいならそんな風にもしてみたいものだな。君はどうだ。遠慮しときます。なるほど、それはそれで悪くない。どっちだよ。昨日までいた人が今日はいない。これって悲しくて寂しいことだよね。でも私たちの戦いってそもそもそういうものだったってわけで。ごめんなさい、まだいまいち平常心が取り戻せてないみたい。そうだね。コロマルさんも大丈夫なようですね。むしろ新垣さんの死に様に大きな敬意を払っているであります。コロマル、そうなの。ワン、かわいいな、お手。今夜は散歩に行かなそうだ。よし、じゃあもう寝るか。なんか毎回さ、ゲーセン行ってさ、クイズゲームがあるかどうか確認するのさ、正直結構めんどくさいからさ、もう自室の机で勉強しちゃうんだよね。しょうがないよね。多分あっちの方がさ、なんか効果高まると思うんだけどさ。10月8日。今日の授業が終わった。よし、じゃあ、もう誰も荒垣さんのこと話してねえな。代わりに今度の中間試験。所詮は知らない他人の死よりも自分の勉強ってことなのかね。なんつうか薄情だけど、世間ってそんなもんかもな。確かにな、世間ってそんなもんだよな。特にペルソナ5やってるとそう思うわ。なんか最近さ、なんか、誰もいないんだけど、こういう。ほら、あれから中間試験前だからさ、みんな勉強してるとかそういう感じだとすると一人おかしいやつがいるんだよな。あ、いなかった。あいつさ、勉強しなくていいのっていうさ、いっつもいるけどっていうツッコミしようとしたらこんな感じの時にいないんでやんの。ということで、本当に誰ともコミを進められる状態じゃなかったので、再戦入れます。チャリーン。学力が高まった。学力高まるんだよね、これね。夜と。あ、おかえり。ただいま。ついにシャドウとの月一決戦も残りラスト1体だね。そっか。まあ、まだ1ヶ月あるから、今すぐ気を張んなくてもいいけど。でも、その前に試験なんだよね。どう？勉強してる？試験っていつから？もう気にしてなきゃダメだって。まあ、気持ちはわかるけど。来週の火曜日からだよ。もうすぐじゃんな。あくびをしてる、かわいい。あ、この辺はじゃあ今日は特にセリフも変わってないし、勉強して寝るか。なんとか中間試験までにさ、天才になんねえかな。無理だと思うけど。10月9日。アクトラベル。クソみたいな発音。おはよう。塩見、気づいているか？何？なんか BGM がシックになったって感じ？いつもは作戦後に収束するはずの例の事件。お、確かに。収束するどころか、ますます増えてきている。敵もあと1体だ。さすがに焦っているんだろうか。わかんない。そうだな。わからないことだらけだ。
とにかくここまで来れたのも君の力のおかげだ。感謝しているよ。じゃあデートしようよ、みっちゃん。感謝してるんだよね。何でもするって言ったよね。言ってない。ちゃんと書いたか。難しいぞここは。消すぞ。まだか。遅いな。なんだ後ろから銃つけられてんのか。お前は焦りすぎだろ。携帯でメールとかしてたんじゃないか。火曜の試験範囲だってのに間に合わないぞ。次の例題に移りたいんだかな。ね、寝るな。うん。あ、なんか起きちゃった。そういやこの間何回書いたかというかカウントしていた生徒が遊ぶなお前ら。書いたかっていうのが口癖なんだね。で今日も多分誰とも過ごせないんでしょ。ほら誰もいないんだよな。はい、です。一般の生徒が荒滝さんよりもテストに目を向けるのは極めて合理的です。合理的とかあんまり言うな。でもなぜでしょうか。私もこれを合理的だと考えるのにどこか一点納得できないんです。アイギス、ちょっと人間らしさが出てきている。もうすぐアイギスのコミュが解放されるのも時間の問題な気がするな。じゃあ末光とまた過ごすか。末光さ、月のアルカナじゃん。今月のペルソナがいなくて、しかもね、呼び出すお金もないんだよね。終わってる。しかもさ、合体させようにもさ、なんか今必要なやつしかいないからさ。いやー、まあしゃあない。ナイスグルフレ。じゃあグルメの旅へ発車だね。一択なんだな。どうせまた葉隠れだろう、ね、早く。咲夜くん、僕お腹空きすぎて餓死寸前。一回死んでみる。おや、君か。聞き覚えのある声がすると思ったら、君の声は大きくて甲高くて耳障りだからすぐにわかる。なんか顔うるさいやつが来たな。こいつなんか顔濃すぎない？顔でかくない？四等身ぐらいしかなさそうなんだけど。ドクタースランプあられちゃんに出てきそう。あ、わかんない人お父さんお母さんに聞いてね。不毛な言い争いをやめにしよう。あいにく学生諸君ほど暇じゃないのでね。息子が振り込んでた金、塾の月謝なんだ。返してくれない？あ？もうこれっきりにしたい。今までのことは水に流す。頼む、この通り。何の話？あー、あのね、ファザー。なんか勘違いしてるようだけど、あ、父親ちょっと似てるなって思ったら。ファーザー。ちみんとこの子ね、塾行くの嫌なんだって。それで公園に一人で体育座りしてたから、ん？助けてあげたんでしょうが、こっちら感謝してもらいたいくらいだよ。え、何？え、どういうこと？ねえ、咲夜くん。何の話？本当にこの選択肢を見ろ。たくやくんもそう思ってるって心の中では多分思ってないです。うん、おろおろしている。どうしたの？今日は威勢がいいね。いつもみたいに騒いでみなよ。エマージェンシーとかなんとかさ、緊急事態。ちびちみ、君は何も分かってないね。だから自分の子供の気持ちも分からない。今の僕にはね、 SP がいるんだよ。このさくやくんがね。なった覚えないけど、末光が全面的に信頼を寄せてくれているのを感じた。よくお前これで関係性深まったなと思うな。いいより利用されてるだけだろう。うん、月のペルソナを生み出す力が増幅された。水に流してあげるのはこっち。どうせ君は僕らの聖域にも来れないし、うちの弟みたいに死んだ人や生きててもダメダメな人は聖域に来れない。やっぱり弟さん亡くなってるんだ。話をしているだけで頭が痛く同感です。うちの子を知ってるだろう。小学生だが君よりは分別があるよ。小学生、同情するね、君の親御さんに。ああ、そうだね、この二人が親子なわけじゃないんだね。ファーサーとか言うなよ、ややこしい。こんな出来の悪いエセ宗教に走るような息子を持ってさ。宗教、今なんて言った。チミモか。え、チミモなんだな。おい、チミモ僕が死んでればよかったって。双子なのに似てないから、弟の方が可愛くて出来がいいから。ん、何？やめたまえ。こいつ、あ、すぐそこになんか行きつけの交番あるから、ちょ、行こうか。これ以上交渉の余地はなさそうだな。そっちがその気ならこちらにも考えがある。男性は末光を振りほどいた。そこの君、そいつに付き合ってるとうちの子みたいに騙されることになるよ。うちの子にも言ってることだが、友達を選んだ方がいい。俺もちょっと選びたくなってきたわ。いいより利用されてるしな。失礼する。おととい来やがれ。あ、いや、もう来なくていいから。あ、うん。おととい来やがれって、おとといから来ることはできないから、二度と来るなっていうことなんじゃないのかな。うん。訂正しなくていいと思うよ。
勝ったよ。僕ら二人でやったんだ。チミがいてくれれば僕に怖いものはないと、お腹減ってたのを思い出した。さくやくん行くよ。僕餓死寸前、四字熟語みたい。餓死寸前、餓死寸前、俺の前ではガキ同然。あーい、陰踏んでた。たまに僕ラッパーになるんですよ。陰踏みたくなる時がある。帰ってきた。うん、よし、じゃあ今日はここまでにしとこっかな。いやでもよかった、ケンちゃんが無事復帰してくれて。そしてね、ペルソナも覚醒して。でもこの感じでいくとみんな覚醒イベント控えてたりとかすんのかな。純平はなんか露骨に千鳥ちゃん関係でね、覚醒しそうだし、アイギスはこれなんか人間らしさ取り戻したらというか、人間らしくなったら覚醒しそうだし、ゆかいちお父さん関係かな。みっちゃんちょっとまだわかんないけど、ゆかちゃんもわかんないな。コロマルはなんかあれかな、呼吸ドッグフード食べたら覚醒するのかな。かわいい、コロマルかわいい。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方ぜひよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。